クリストファー・マイケルダンは、アメリカ合衆国、コネチカット州ニューロンドン出身のバスケットボール選手。NBA のボストンセルティックスに所属している。ポジションは、ポイントガード。コネチカット州のニューロンドン高校時代から、超高校生級のポイントガードとして注目され、2012年には、マクダナルズ・オール、アメリカン・ゲームとジョーダン・ブランド・クラシックに出場した。大学は、 プロビデンス大学に進学。1から2年政治は肩の負傷などで満足にプレーすることができず、2013から14シーズンは肩の手術のために4試合の出場に止まる。しかし、ダンはそこから立ち直り、2014から15シーズンは平均15.4得点を記録し、ビッグイーストカンファレンスの最優秀選手とファーストチームに選出。 翌2015から16シーズンも16、4得点を記録し、2年連続でカンファレンス最優秀選手とファーストチームに選出された。ダンは2016年の NBA ドラフトで全体5位でミネソタティンバー・ウルブズに指名された。2016年11月1日のメンフィスグリズリーズ戦で右肘を負傷したリッキー・ルビオに代わり先発出場。 116から80でのシーズン初勝利に貢献した。2017年の NBA ドラフト開催日にジミー・バトラーらを含むトレードでシカゴ・ブルズにトレードされた。2020年11月21日にアトランタホークスと2年1000万ドルで契約した。2年目はプレイヤーオプションとなる。ありがとうございます。